時とリュウガは乱世に準じた男たちのもとに行った。そして今、彼らが駆け抜けた世界は剣王によって統治されようとしていた。だが突然、なんと六世最後の将が挙兵し、剣王軍に抵抗する。将は覇者ラオウよりも友との戦いを経て、 悲しみを背負ったケンシロウと結ぶことを選んだ。なんと最後の師匠の配下、五者星は師匠の決断に従い、ケンシロウを助け、ラオウを止めんとする。五者の星とは、フー、ウン、エン、ザン、カイ。すでに、その一人は、ケンシロウのすぐそばにまで近づいていた。 雲のように流れゆく時代、ケンシロウは己がその中心にいることをまだ知らない。なぜ、なんと最後の章がこの俺を。なんと最後の章、望み通りその星を涙にくれさせてやるわ。第13話、北斗を呼ぶ光。 立ちはだかる敵にはこの剣で応えるのみ。我らが主、なんと六星剣最後の将のもとに剣王軍本体が迫っています。剣王より早く将にお会いください。我らが主、永遠の光のために。 手強い敵だが、今なら押し返せる。地獄だ。
返せる。
に入ってくる。うちのやつはいじめ。忠誠を誓わぬ者は我らが抹殺する。どうやら死ななきゃ分からんよ。
どうして分かってこい。今だ、敵をなぎ倒せ。北斗、猛烈波。貴様らに世を生きる資格はない。
けぬな。死ねWe'll be right back.
敵をなぎ倒せ。貴様らには地獄すら生ぬい。
れつく。悪党の鳴き声が聞こえる。何？陶器が流れている。この動きは陶器。おのれ北斗豪将は これは霊の剣。すでに奴の肉体は二度砕けていたはず。なんという悲しい目だ。まさかこれが北斗神拳究極奥義無双転生。
最強の男など万人が認めてもこのラオウは認める。KENSHIRO'S様、危ない！このラオウを望んでいるのだ。